ダイヤノールドがグループステージ初戦は引き分け、そして今日は2戦目になります。このゲームはフェイエノールドのホームデカイプで行われます。フェイエノールドのサポーターはヘッドレヒューンと呼ばれ、熱い応援とクラブへの高い忠誠心で知られているんですが、すでにスタジアムは熱狂の渦と化しています。この時間はフェイエノールド対マドリード、こちらの一戦をお楽しみいただきます。コンディションですが、こちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。フェイエノールドはこの試合 4-3-3 というシステムで立ち上がりから臨んでいます。そうですね、前線のウィング的な役割をする両サイドが中央から相手ディフェンスをいかに引っ張り出せるかがポイントですよね、はい、さらにそこに空いたスペースにセンターハーフやオフェンシブハーフが飛び込んでいく2列目からの飛び出しですよね、そうなってくると 4-3-3 のシステムではボランチが起点になってくるんですよね。今ファーストハーフが始まりました。ヨーロッパクラブチャンピオンシップグループステージ第2節、フェイエノールド対マドリード。さあ北澤さん、この戦いを見ていく上で注目すべき選手がいましたらお願いします。ポケですね、中盤ならどこでもこなせる柔軟性がありますよね。足元のうまさと運動量があって、どのポジションでもしっかりゲームコントロールできますよね。チームにとって非常に貢献度が高いですよね。はい、当然監督も彼の働きに期待していることと思います。右サイド上がっていく、ファーサイド、いやもうギリギリのクリアって感じですよね。キーパー前へ蹴り出します。縦へのボール。絶好の位置だ。シュート。いや北澤さん、これナイスセーブでしたね。いやいい反応ですよね。ナイスセーブでしたねこれは。フェイエノールド決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。大きく縦へ。裏を狙う。裏を狙っていきます。シュート、うわー、わずかに右へそれました。フェイエノールドチャンスを迎えたシーンがありました。長いボール縦へ、もう一つ前に行きたい、スルーパスを狙う、かわした、ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃どうご覧になりますか。いやチーム全体で非常にうまく攻めましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。フェイエノールド先制1対0です。
もう1点取ることによって試合の進め方、うん、こうメンタリティの部分大きく違いますからね、はい、ジョレンテからサイドのスペースへ、ここで丁寧にボールを扱う、チャンスは演出できるか、サイドへ、ここは間合いを取る、チェックを受けますが動じません、いいプレッシャー、マドリー、ここでファールをもらいます、これは大事にしたいフリーキック、ゴール前いいボール入ればチャンスになりますよね、これを拾いたいフェイエノール、左サイド上がっていきます、一人持ち上がっていく、さあつながるか、もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね、いや気持ちのいいパスでしたね、おそらく分かっていても止められなかったでしょうね、今のはさあフェイエノ、前半終了です、15分間のブレイクの後セカンドハーフに入ってまいります、しかしこの追加点は驚きましたね、このまま終了する雰囲気もありましたからね、そうですね、このゴールは大きいですよね、ですが相手もまだまだ不利同性ですからね、後半期待したいですね、ヨーロッパクラブチャンピオンシップグループステージ第2節、フェイエノールド対マドリー、フェイエノールドが2点を先取して折り返します、後半です、ショユンジュ、コケ、レイニューロ、パスでつないで攻め込んでいきます、マドリー、モラタへのボール、さあどこに出してくる、ルーズボールになる、チャンスになる、長いボールを送ります、ここで収まる、いけるか、さあどうする、ジョレンテのこれはファールを取られました、レフリーの答えはイエローカード、ゴールまでは少々距離があります、拾いたい、スペースを狙う、旗が上がっています、オフサイドです、フェイエノールドがこのセカンドハーフの序盤2点差でリードしている状況ですが、この後はどうご覧になりますか、まあ、次の1点が決まるようなことがあればほぼ安全圏ですよね、サッカーやってる人なら分かると思いますけども、ハーフで3点ってそう簡単に取れないですからね、ただ油断は禁物ですよね、この時間帯ですと 2-0 は追いつかれる可能性もありますからね、ボールが上がる、アウトまで来た、モラタピンポイントで合わせてきます、持ってきてますし、ただ守るっていう形ではないですよね、今なんか攻撃の人数かなりかけてますから、まあ、バランスですよね、マドリー入ってもおかしくない決定的なシーンがありました、
マドリー、ここでベンチが動きます。クリア、このピンチをなんとか出します。レイニウド、アスピリクエタ、一気に縦へのアーチ、このパスはキーパーへ。マドリーとしては守備の裏のスペースを相手に取らせないことが最優先みたいですよね、はい、先ほどからマークの相手にあまり近づきすぎないようなポジションを取ってますからね。なるほど、これは相手に近すぎると裏に走られた時追いつけないという認識でどうでしょう、いいんでしょうか。そうなんですよね、スピードのある選手に裏を取られると決定的なピンチになりかねないですからね、はい、ただ気をつけなければいけないのがラインが下がりすぎてしまうと中盤とディフェンスとの間にスペースができてしまうんですよね、はい、そこを使わないように中盤の選手がカバーすることが大事になってきますよね。俯瞰して物を見るという、これまた特殊な能力問われますね。そうでしょうね。長いボールを送ります。どうする、スルーパスを出す、いい展開ですね。中央へ折り返す、キーパー直接処理しました。トマレマル、レイニウド、アディショナルタイムは3分という表示です。大きく前線に入れます。自身上を口に加えて、今試合終了です。2対0、フェイエノールト勝ちました。さて北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。フェイエノールトとしては前半からしっかりに点を奪っていけたのは、その後の試合運びがしやすくなるといった意味でも非常に大きかったですよね。失点もありませんでしたし、納得のいく試合だったんじゃないですかね。はい、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。ヨーロッパクラブチャンピオンシップグループステージ第2節、フェイエノールト見事勝ち点3を得ています。